お、当たり？当たり？当たり？おっしゃ！止まれー！止まれー！こんにちは。今日は深瀬釣りやっていきます。久々に来ました、ここ。テトラを見るとね、黒い、短いかな？短いがついてます。5月も半ば、そろそろ落とし込みの季節かななんて思っちゃいますけど、今日は深瀬釣りやっていきます。まず巻き餌作っていきます。巻き餌はオキアミ 1.5kg、 それにぬかを3分の1ぐらいかな、ばっかに、それプラスチヌの道を半袋、これを混ぜて巻き餌にしていきたいと思います。じゃあ混ぜていきます。刺し餌はオキアミとコーン。今日の狙いはね、ここテトラあるんですけど、テトラのキワっていうか、まあテトラのキワあたりを狙ってテトラに潜んでるクロダイを引きずり出したいと思います。そんな作戦です。今日はですね、棒木釣り券のブラックスペック国宝セカンドかな05、こういう棒木を釣り券の棒木使って、半誘導、棒木半誘導で狙っていきます。男は黙って棒木半誘導だろ。なんか塩手前に浮きが寄ってくるんで当て塩っぽいっすね。右左にはそんな動いてないんだけど、餌取られてね、何も餌取られてね、餌一個も取られん。もう予想外、これ予想外っすよ。バンバン餌取られんのかな思ったら全然餌取られないっすわ。これさすが大阪版クオリティ。コーンなんか全然いらんかったし。お、当たった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 、ちょっと当たったよ。あれ離した、離したんかな。初当たり。ああいうの掛け合わせなあかんのかな。そんな難しいことを僕に要求しちゃダメですよ。なかなか厳しいね、思ってた以上に、予想以上に手厳しいわ。お、当たり？当たり？おっしゃ！止まれー！止まれ！1号止めろ！よし！なんだこれは？引くぞ！なんか怪しいぞ、引きが。あー！止まった！チヌだー！チヌだー！引き強かったー。いやー、引きえらい強いなーと思ったら。多分キビレ、多分、え、チヌかな、キビレかな、どっちだ、チヌかキビレかどっちだ。えらい引き強かったぞ。でもえらい引き強かった。よっしゃー、ゲット、チヌゲット。よっしゃー、チヌゲット、やりました、やりました、チヌです。よー引いた、トルクがすごかった。まあトルクがすごかったよ。でかいな、結構43ぐらいあるわ。ボラかと思った、あの引き。一気に奥に向かって走ってったから、キビレかボラかみたいな。まあようでも止めてくれましたよ、竿が。お、当たり？今当たったけどな、離したんかな、わからん。お、当たった。お、当たった。離した。もう一回沈め、もう一回沈め、沈んでくれ。あかん、沈んでくれへん、無理、無理ゲー。よ、なんか怪しいぞ、怪しいぞ、怪しいぞ。気のせいか。お、お、
おお、あれ。おお。おお。ああ、くそー。当たり。うわ。おお。なんじゃこれ。どこまで行くん。うわ。どこまで行くん。うわ。いやー渋いなー、ほんと渋いわ。よっしゃ、持ったー。よっしゃ、持ったー。よっしゃ、これ何？ボーラー、ボーラー。かー、やっちまったぜこれ。もうやる気なくした、もうやる気なくしたぞ今日。集中力切れた。オキアミ食うなよボーラー、ボーラー、オキアミ食うな。終わります。もう幸先よく釣れたんでね、3枚4枚5枚ぐらい釣れるんかと今日思ったんですけど、もう1枚釣れてからパッタリダメでした。1回ボラかけただけ。いやー厳しいわー。多分のっこみが終わって口使ってないんでしょうね、チヌがね。回復期のチヌ狙ってみましたがちょっとダメでした。不発です。また挑戦します。それでは皆さん、さようなら。